演州掛川風力発電所は日本の発電所。黒潮風力発電株式会社が設置する風力発電所である。静岡県掛川市に立地し、風車7機を要する風力発電所である。風車の所言としては、柱の高さが78メートル、羽の直径が82メートルとなる。日立グループに属する。 黒潮風力発電によって運用されている。なお、同社は、沿州掛川風力発電所の近隣にも、浜の風力発電所を設置しており、風車1機を運用している。これらを合計すると、最大出力は1万6 0 0 0ットに達する。また、年間予想発電量は、おおよそ3400万キロワット時と見積もられている。なお、 遠州掛川風力発電所が立地する大浜海岸周辺では、空っ風を利用した風力発電が盛んである。近隣には、新エネルギー、産業技術総合開発機構と旧大東町が設置した風力発電施設や、中部電力が設置したお前崎風力発電所など、多くの風力発電施設が存在する。黒潮風力発電は、 マルエコンクリート工業との合弁事業として、風力発電所の設置に乗り出すことになり、マルエコンクリート工業の子会社が立地する敷地に、浜の風力発電所を建設した。同発電所は2009年10月より運転を開始した。その結果を踏まえ、同発電所の近辺に、新たな発電所を設置することとなり、遠州掛川風力発電所の建設が決定した。 2010年9月に、演州掛川風力発電所の建設がスタートし、事業費として、およそ48億5000万円が投じられた。2011年9月より運転を開始し、同年11月に観光式典が開催された。ありがとうございます。